明日は関東や北日本で天気の急変に注意が必要となりそうです。山口さん、雷を伴った雨が強く降るような可能性というのもありそうですか？そうなんですよね、はい、本当にこう晴れているなんか急に黒い雲が広がってきて、ざっと激しく雷雨となる可能性があるんですよ、はい、でその要因、まずこちらをご覧ください。これが明日の12時の上空5500メートル付近の温度の予想でして、はい、北海道上空はマイナス15度以下、そして東北や関東北部付近までマイナス9度のラインが、降りてくる予想です、はい、まあ、これに地上付近の気温上昇が合わさって大気の状態が非常に不安定になりそうなんですね、はい、でその様子、雨雲の動きで見ていきますと、はい、もう北日本朝から雨雲が局地的に発達をする見込みです、はい、平野部でもざっとした強い雨お気をつけください、はい、そして関東は主にこちらは午後です、はい、お昼以降は山沿いを中心に急に雨雲が湧いてくるということになりそうでして、はい、まあ、上空の風に乗る形で一部は関東南部の平野部の方にまで、流れ込む可能性があります、まあ、このように上空の寒気が絡んでいる時というのは、はい、大気の状態特に不安定になるんですけれども、うん、こちらが、ね、その不安定さを表す指標ですね、はい、SSI というデータを見てみますと、まあ、オレンジや赤で、表現される不安定な領域が、ね、中部地方や関東北部を中心に広がります、うん、雷についてもこのエリアを中心に、まあ、要注意ということになりそうです、はい、同じ場所で長く降るような雨になるんでしょうか？そこまでの、ね、持続性はないかというふうに思います、うん、ですので、まあ、長くても30分からまあ1時間ぐらいで弱まっていくんですけれども、うん、その短い時間に強く降るというのが明日の特徴になりそうですね、はい、黙々としたような雲も注目になりそうですね。そうですね、はい、この先も最新の気象情報をぜひウェザーニュースのアプリでもご確認ください。